チからあのベンチの方から小林コーチの方からこうしなさいじゃなくてね、本人にも任すと、好きなようにやりなさいと、はい、その代わり結果は何試合かで結果出してもらわなきゃこっちもその手をそういう手を考えて打つよということをね、本人に言い渡して、それでやらせてみるというのも一つの手ですよね。ただね、佐野赤堀ともう登板をしたんですが、そうですね、なかなか滑り出しいいんですよね。この佐野赤堀はもうパ・リーグでもね、後半になれば絶対という一つあるわけですから、問題は先発ですね、ここもね。どうしますかね、先発ね、どうしても足りないような気がするんですよ。今シーズンは135試合というのが試合数になりました、ね、5試合増えました。まっと守って投げ切れるのかというのも心配ですからね、どうしても人数がちょっと足りないかなと思いますね。泳ぎました、左に切れます。田口はもうこれいわゆるそうです、ね、もうガッチリポジションですね。今シーズン、いや昨年の日本ハムとの成績です。山崎1勝4敗5回の表です。しかし田口の方も今ボックスですが、守っている時のことがちょっと頭から離れにくいかもしれませんよね。キャッチャーの人によく聞きますとね、負けゲームが続く時はキャッチャーって神経使うみたいですね。でしょうね、例えばね、高山さんね、2対1とか、極端に言えば1対0で負けたゲームもありますよね。バッテリーはよくやったと思うじゃないですか。ところがそのキャッチャーというポジションを守っている人はですね、あの1点がなっていうんですね。低い難しい球を打ちました。またすぐらへの打球。ですからそういう意味ではキャッチャーの人、今シーズン2試合目の登板ですが、先リリーフというのを入れています。休めば休んでピッチャーが不安になるしね。セカンドゴロ、ツーアウトです。時間かかるか、時間がね、言い訳で使う場合もありましょうしね、ピッチャーはね。ですよ、なんかまあ巡り合わせで9日に1回ぐらいの間でオープン戦とかでね、ゲームの登板があったりますでしょうね。去年出ないような我々が考えられるのは調整しますよ。と言いますと、ほとんど投げないですよ。そうなんですか。ほとんど投げません。試合感覚の時はですね、それともう自分が今日先発する場合は一切グラウンドに出てきませんから、で試合開始の30分前に出てきて、軽くこう体操やって、ですけどね、本人らもやっぱり少しこう打ち込まれたりしたらやっぱりこっち聞きに来るんですよね、そのフレーザーが今 1-0 で大栄、そろそろもう変わるボールですけどね。そうですか、バットの先でした。失礼ですけども、おそらく変わると思います。いろんな体験をさせたのが一つの考え方だと思います。ですけども、ほとんどプロ入り初先発と同じような先発ですからね、もう1年目、今スピードガンで今144とか出てますけども、バットボックスやったらそれ以上の威力を感じるタイプですからね、ボールの持ちがいいっていうのが、しなりができるんですね、このピッチャー。プロ9年目ですが、4回。いわゆる成功、最優秀球野が頼もしいですね。キャリア十分の落合、そのストレートに対してどう対応するか。スライダーでしょうか。なんかこういう時ってあまりこう細工しない方が僕はいいと思うんですけどね。あのくらいのボールあるなら。速い球、やや詰まったか。中根一旦前進してバック。今ね、